イメージはそんなで、今日あれが来たんですよ。これどこで売ってるんですか。これは構成が津田浜工場。おお、大阪のカンペレット売ってる。これからいつぐらいだ。午前中まで。え、うん、全然関係ない。あの、なんか低気圧の話するときに、あ、農政自体は、なんか話3回目なんですけど、その間に、うん、どうぞ、1回を。君がいろいろ、直前に。これ良ければこれ差し込むから。何ですか、これ。結局、気球気球、あの、ゾンデですね。あ、こんなにくれるんですか。数えたら、あいつは大家さんに旅行してる人に、ありがとうございます。あれからどうなりましたか、うん、向かれて、水がいっぱい増えました、うん、いくつぐらいだろうって数えたら、225。あいつさん、そのPCでどんでの写真とかさ、そこはちょっとなんか、値段なんですか、あ、だから、うん、あの一般気象庁って約200じゃないですか、図表が。あ、そうなんだ。図表の数だけだったら勝ってる、勝ったんだ、すごい。でページ数は、ページ数は340か。これね、今日一般気象が持ってるんだ。マジか、うん、あ、ごめんなさい、私の部屋にもいますいいか、いいよ。温帯低気圧発達のあれです。かっこいい。やっぱりこいつがいないと、こいつがいないと、ね、そうだね。だからこれね、組み立てた後に私がこうトラックみたいな感じでこう、あ、説明すればいい。じゃあ佐々木さん、取材受けながらちまちまと組み立ててもらってもいいですか。はい、じゃあ、はい、始めましょう。お待たせしました。はい、どうもありがとうございます。今日はお忙しい中、どういうことですか。光栄でございます。いや、もうすっごいなんかもうなんか集団面接みたいな。だって君がそう並べっていう感じ。そうですね。よろしくお願いいたします。僕のまずちょっと、あ、はいはい、どうぞ。僕の自己紹介をさせていただきますと、はい、月刊ニコニコ学会ベータという喋りにくいな。俺らね、完全に始まるし、ライターさんってどんな人なんだろう、ね。やたらやばい人がハイレベルって。それなんかすごいでっかいマイクが。そう、まあ、これ動画も撮って、毎週佐々木さんがラジオっぽい TV っていう、お天気のことを話している動画をアップしてまして、はい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 、そろそろ300回記念になるんです。ありがとうございます。なんで、こういう集まりがあると必ず取材して、はい、ネタを探して生きてる。実はニコニコ動画にも転載しているので、うん、ラジオっぽい TV タグか、まあ、ニコニコ気象部とかで検索すると出てきます。あ、なるほどです。へえ。ラジオポイ TV、はい、ラジオポイ TV と申します。あとで言われるかなと思いますね。お願いします。大丈夫。で、僕はですね、うん、あの月刊ニコニコ学会ベータというのをあの編集してるんですけど、編集というか、あの自分で突撃インタビューをしてるっていう感じだと。うん、もともとニコニコ学会とは、なんか江戸さんがあの作った、あの江戸さんの本 の、 あの進化するアカデミアっていう本なんですけど、あれの中身のライティングをしてるのが実は僕だったりとか、あ、そういうの、そのあれ聞き書きなんですよね。江戸さんが喋って僕が書く、そういうスタイルで作られてるんです。あ、そうなんだ。うん、江戸さんと一緒にインタビュー行ったり、いろいろあちこちして、なん1ヶ月江戸さんと濃い日々を送った。ちょっともう二度と行ったみたいな、そういう感じのあのことがありました。聞き書きを本にしてくださいと、あ、前に言って、本にしてくださいとお願いしたら、どうするときにどれぐらいのフィーできますか。あ、僕いきなり深いところに入ってますね。あ、いや、場合によりますよ、本当に。で、なんか作り方も本当に様々で、なんか僕今例えばこの間登壇してた犬飼宏さんが、あのスポーツを、なんかスポーツの座長官が出てた人と一緒に本作ってて、それは犬飼さんになんとなく僕ちょっと本作りたいなと思ってたんですよ。あのテーマちょっと面白いし、未来のスポーツみたいな。で、思ってたら向こうからなんか一緒に本作りませんかってなんか来て、で、それはまだもう2人でなんかあの素案を作ってから出版社に持ち込んで、で、お金にするっていうやり方を取るんですよ。で、印税を折半にして。で、そうじゃない場合は、例えばなんか自費出版でやりたいっていうんだったら、僕が編集とかまで全部一括して、なんか最低50万円とかで受けたり、いろいろやりますね。はい、あ、結構50万オーダーだったりするわけですか。
ある程度50万ぐらいあった方が嬉しいっていう感じですね。うん、他の仕事の兼ね合いとかを見ると、うん、そうですね、それぐらいあるとありがたい。収録時間っていうか、その要はこういう集まりを結構定期的にやってて、はいはいはい、でそれの収録した動画とかはあるんですよ。はい、この間、この間今教えてたやつです。はい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 、了解了解。でそういう動画と、あとまあ場合によってはそのなんか巻末とかどっかの部分で、うんうん、こういう感じでインタビュー入れてとかっていうのを本にしたい、まあ、本っていうか Kindle にしたい、うんうん、売った時にどれぐらいの費用かかるのかなっていう。ああなるほどなるほど。 Kindle で、それだと講義録みたいな感じ、議事録みたいな、まあ、まあ議事録みたいな感じで読めたらいいかな。はははそれぐらいだったら、まあ量にもよりますけど、まあ何時間かかりますか。でもまあ、そうですね、大体僕が一般書籍って呼んでるのって、なんか6万字以上、10万字未満ぐらいのものを差し上げて、そこに目次があって、ちゃんと全体が編集されてるものっていうので、トータルで50万円なんで、例えば1万字、2万字とかだったら、全込みで10万円とかです。1万字ってはこの前の、あのモテザクさんのインタビューね、あれが、そう、あれが1万字弱ぐらいです。で1時間ぐらいの、1時間でしたっけ。2時間ぐらい、うん、そうか。じゃあですね、 1研究会10万円ぐらいかな。20万ですよ。ね、1研究会で、あ、10時間、10万円ぐらいあるとありがたい。1回10万円ですね。はい、でだから、まあ、1人で負担するときついけど、はい、まあ、クラウドファンディングとかなんかでやったらいいかもしれないですね。うん、だってなんか形に残したいじゃないですか、あれ。でも動画を全部、例えば何回もやって、いや10時間もの動画あるんですよ、全部見てくださいってきついじゃないですか。うん、でもテキストとなんかうまくリンクしたら起こしたいなとは思ったんですけど、うん、起こすのきついから、うん、そこを誰かの力で、ね、できるんだったらその方がありがたい。いや僕もだからその辺はすごい課題で、僕の自己紹介を混ぜていくと、基本的にその サイエンスコミュニケーションをやりたい、まあ、人なんですよ。でそれなぜやりたいかというと、単純にサイエンスが僕この仕事好きでやってるんですよね。本当になんかあのそれまでビジネス書とかやってたんですけど、なんかサイエンス、要するに研究者から話を聞いて、それを一般の人に分かる言葉で発信してなんか繋いでいくっていうのがすごく好きというか、あのやりがいを覚えるんですよ。なんか自分のなんか力がこうちゃんと機能してるっていうか、まあ、研究者はずっと研究が忙しいから本格時間とかにあんまされてほしくないし、その代わりに僕がそこに挟まって流通したら嬉しいし、何よりも僕そういう話聞くの好きなんで、なんか本当にこう楽しく回せるので、あのいいなと思ってずっとやってて、もう2年ぐらいなんですけど、で最近はなんとなくなんかそれが結構動いてきて、なんか理系ライターのチームパスカルっていうのを僕組んでるんですけど、でそのそういうサイエンスコミュニケーションばっかりやってる理系ライターが4、5人集まってやってて、まあ、大学のパンフレットとか、あの東大の理学部 あの理学っていう本とかを作ったりとか、で最近面白くなるじゃないですか、研究がコンテンツになってこう面白くなる、そういう役割を僕はやりたいんですよね。でもなんか食べてもいかないといけないので、でもそこでなんかやっぱテキスト化ってなんか Kindle にしちゃうとやっぱり体感払わないといけないからハードル高くなるじゃないですか。そこをフリーになんかやっていけるようなプラットフォームと体制があるといいなっていつも思うんですけど、ね、なかなかそこがちょっと僕も会うべくしてあったね。こういう風に会いたかったじゃん。そうなんですか。っていう感じじゃん。もともとあのこの集まりは、うん、サイエンスカフェ、はいはい、言ってますよ、うん、カフェで作りながらこう、うんうん、なんか人が好きな集まって、うん、まあ、なんかそういう話を別に立場とか関係なく、なるほどざっくばらんにコミュニケーションをしていきたいという集まりなんですよ、ね、うんうん、そうなんです、うんうん、そういう意味で、ちょっと会うべきしてました。その話をしてて、目立つことになるほどね。もうこう、そこの、この皆さんはその学科、日本学会ベータの前からそういう感じで、あのお仲間的な感じだったんですか。最初、はい、集まっこのメンバーで最初集まったのがちょうど1年ぐらい前のこの部屋だったんです。ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。うん。いや、あの、一応取材という目的みたいな。サ
名目で乗り込んでみたんですけど、はいはいはい、ちょっとまあ、お互い緊張しているというのと、はいはい、あと少しばかり荒木さんの背後に、はいはい、候補校の方を通しましたので、この方もいらっしゃってて、余計なこと言ったねえぞみたいな雰囲気をですね、はいはいはい、雰囲気だけですけれども、はいはい、ちょっと漂わされまして、で なおかつ、うん、なおかつ何言ってるかよく分かんないんだけど、難しかった、難しくてあれみたいな、こんそっか難しいな、どうしようみたいな、中村さんみたいな感じ、僕ら最初に会ったらもう手作さんで、手作さんともに行った時は割とこうフランクな雑談みたいな感じから、こう貴重話入ってて、あどうでもいい話あの感じだったんですよ、ね、なのであの感じで他の人にも進んでみたら、研究者のとこ行ってみようと思ったらあガチだガチな形でだいぶ懐かしくてあーっつってやばいと思って、でもその時にモズダクさんも1時間ぐらい遅れて、でしかもそのあれミスドのなんかでしたっけ、そうこう甘いものを持ってわーっと入ってきてくれて、うん、あれでこう一気に場が氷解してですね、あーなるほど、あよかったって、うん、これ大事なんですよ、これ大事だからね、こういったものが大事なんだなっていう、大事だ、はいはい、それかアルコール、それかアルコールですね、それかアルコール、ニコニコ学会のあのなんだっけ、本物っぽいの雑誌の山田さんはファーストビール重量って言ってましたよ、あ最初にアルコール重量、あの高井さんとかも、ね、気象研究会最初だったじゃないですか、はい、あれもビールが出てきたのが最高だって言ってました、あービール重要です、重要です、なんかね、そのお二人の顔を見たら、最初僕はジンジャーエールとかただのお茶とかしか置いてなかったんですよ、でなんとなくこう来るメンバーを想像しただけ、ビールなんかダメだなっけ、ね、その辺見てたら当日は私発表だったんですよ、人だったら、ね、はいはいはい、でもう終わったから飲みたいって酒飲ましてくれたさあビールなきゃダメだな、まあ確かにそうですね、あった方がいいですよ、なんだろうな、じゃあ今日は甘いものでよろしくお願いします、うん、夏の天気ですよね、そう今回のそのテーマがあこう、まあ、月刊ニコニコ学会ベータっていうのがありまして、これはニコニコ学会の登壇者とかを深あの文字コンテンツで深掘りしたり、ニコニコ学会シンポジウムのレポートを載せたりしてるんですよ、で今度次号6月の半ばぐらいに出るのは、まあ、前回シンポジウムのレポートです、はい、僕が2日間で4万字ぐらい書いたと、はい、それで、まあ、皆さん そのセッションももうがっつり文字起こししてるので、ちゃんと覚えてますので、なんかそうそう、それで、編集部とそういう話をしてたら、気象セッションがなんかちょっとあまりにも新しい発見が多く、その今までそんなに気象とかに対して使えますか、何かしますか、大丈夫です、僕は大丈夫です、はい、はい、その気象というものになんかそんなに深く、なんか僕たちも面白さを感じてこなかった、ちょっと残念な人生を送ってきてたなみたいな、なんかそんな話をしてました、もう少し聞きたいです、新たな発見がいっぱいだったって、どういうこと具体的には、ね、まず面白かったのがキャラです、キャラ、ああキャラは、うん、あの4人の 4人ですね、うん、この3人と今村さんです、ね、人のキャラ、そうそう、人のキャラクターですね、あれだけ笑えたっていう、天気予報、天気であれだけ笑えたっていうのはあんまりなく、うん、で、まあ、まあ、モテサクさんはまあその前からなんか取材の時からその人はヤバいって言ってたヤバいヤバいというか、あの取材の後かな、その前からなんか子供に教えてるやつあったじゃないですか、動画、あれで、あれ見ててこの人すごいなと思ったのが、なんか子供をなんか子供って普通無邪気だからコントロールできないですけど、あれ結構子供引いてるぐらい笑ってるじゃないですか。モテサクさんの論理ちょっと引いているっていうか、だからあれがなんかこんな人で天気とか研究する人いるんだっていうのがまずなんか大きくあって、でシンポジウム行ったらモテサクさんはなんかその通り面白かったじゃないですか。でなんか天気予報の話とかも、なんかそんな天気予報っていろいろあるんやっていう発見が、高速道路のああいう話とか、まあ言われてみればそうだし、なんか。もし予報が出たらすごい損害が出るじゃないですか、うん、ああいうのもなんか新しいし、ああいう情報ってほとんどの人知らないんじゃないかなと思って、なんか面白い発見でしたし、
それで、あの荒木さんはなんか第一声がゲリラ豪雨第一声がゲリラ豪雨っていうのが、もう個人的に完全にツボでしたそうなんですね、こんにちはとかじゃなくて、ゲリラ豪雨っていう、あれはすごかったですね。言う方は超勇気そこからスタートしろ。今村さんもだいぶ面白かった。だいぶ、だいぶ僕らから見てもだいぶ違った視点が提供されて、だいぶ違いますよね。で、なんかあの途中で何しか心が見えるんですとか心眼で見えるって言ってあれめっちゃ面白かったですよね。ああいうのとかで本当になんかそのキャラもあるしっていうあの内容もすごく面白いし、という世界が垣間見れてますね。座長もさすが人生というか、でも盛り上げ方は良かったです。 ありがとうございます。そう言っていただければ、良かったな。良かったね。いや、本当良かったじゃないですか。うん、面白かったです。その感じの、その感じスピンアウトって感じなんですね。うん、この天気っていうのは。そうなんですよ。だから今回では、あの、まあ、もちろんあの、その、この間のシンポジウムで論じられてることだけをまとめても、なんかかなりいいなと思ったんですけど、今回より一層、例えばなんかあのゲリラ豪雨のセッションで、最後の方にナウキャスト の、うん、あのお話が出てたじゃないですか。あのでもなんかあれをちょっとどういうふうに見たらいいのかなというか、実際そのあのゲリラ豪雨を避けるためには素人があれを見てどういうふうに判断してどういう行動を取ればいいかとか、なんかそういうあたりの話をよりちょっと深掘りした実践的な内容をなんかちょっと皆さんと一緒になんか例えばこの夏に注意しないといけない天気とその対処法みたいなのをまああの時にマニアックに、まあ、時になんかハードにこう喋っていただけるといいなと思いまして。夏もう始まってますけど、梅雨の始まりからだいぶ来てるじゃないですか、今回石垣とかで粒が降ったりとか、あの今日昨日今日ですか、多分東海の方とかでも杉雨降るとか、こんなんでしたっけ、梅雨期って、なんかもっとしとしと降って、まあ西の方は毎回ね、とてつもない降ったりするけど、こんな早い時期からこんなに降ってましたっけ、いい降りですね。すごい早くからドカッと来てますよね。ああでも6月としては多いんじゃない、うん、インパクトは、ね、それこそあるんじゃないですかね、登場というか、どれぐらい珍しいか俺ちょっと分かんないけど、ないわけじゃないですよ、6月にこんなに降ってるって毎年じゃないよねっていう感覚は正しいと思うんですけど、ないわけじゃないですか、昨日今日の大雨梅雨の雨って言ってるんですか。そうで、なんか梅雨入りって言いましたけど、あ今出てる天気図が、梅雨って感じないんですよね。あそうなんですか、なんでですか。梅雨前線ないじゃないですか。あ、本当ですね。普通の低気圧と普通の温暖前線と普通の寒冷前線が書いてある。確かに、で、そいつの移動が遅いんですね、なんか2日3日だってもなんかノロノロずっと九州から東海にかかってくるまでに何日かかったんだろうっていうぐらい、こんなゆっくり来るっていうぐらいゆっくりなんですよね。そうですね。でしかも梅雨前線がないのになぜ今じゃあ梅雨入りとか言ってんじゃん。梅雨前線っていう前線記号で定義してるわけじゃなくて、あ、そうなんですか。あれ梅雨入りって降水量、おお5日間ぐらい平均した降水量とプラス、その先の見通しの基準で決めてるらしいんですけど、なるほど。僕は気象庁として発表したことがないので、はい、梅雨入りですって、はい、どういう基準でやってるか僕にとってもブラックボックス。そうなんですか。一応あの梅雨入り一応基準あるんですよ、はいはいはい、あるんですっていうのはあのね、昔は梅雨入り宣言とかって言っちゃってたと思うんですけど、あありますよね、今は梅雨入りしたと見られるっていうか、梅雨入りこの日にしますって修正したりとか、今出てるのはまだ速報値という降水量判断なんだ、ね、
量じゃなくてな。いや、降水量、量だって。日照と降水量みたいなのが基準に書いてあるんです。なんかそんな。一応気象庁のホームページに、梅雨入りはこんなところを勘案して、宣言してますと書いてあって、で、5日間ぐらいの平均的な降水量をトータルとして見ますかって言ってるから、今日大雨降ったからって梅雨入りとは今の時点では分かんないんです。なるほど、なるほど。だから一応速報的にしたと見られるって言っておいて、で、後からその5日間トータルとしての降水量がどれぐらい、その辺から急に増えたのとか、後から分かるんですよ。確かに確かに。で1ヶ月後になってみたら、振り返ってみるとあそこからずっと結局日照が少なくなって、雨もずっと続いてるね、やっぱりあそこの日でよかったんじゃないかなっていうような2段階認証してるんですけど。なるほどね。すみません、東北南部まで梅雨入りしちゃったと思って。今日ないと、東北南部は明日だと思ってた。あ、そうなんだ。そうですね。ここに来る間に。やられましたね。やられましたね。DX に乗せる間に出されちゃった。出てたんだ。そう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 だ。今日まさに出たって。その日に打ち合わせってなんかいいじゃないですか。でこれも僕面白いなと思うのは、要は本当にデータ的なことを気象庁が発表していくだけだったら、もう本当に1週間でも2週間でも後から梅雨入りでしたって、その要は秋の速報値とかね、もうその時だけ発表してればいいじゃないですか。でも多分これから梅雨だよっていうのをあらかじめ発表してるっていうのが、こう気象すごいなっていうか、要は一般的な普通な意味でのお役所仕事っていう風なイメージで言ったら、完全にこうね、秋頃とかも完全になってから発表するように。いやでも私それお役所仕事としてこれ出してるんだと思います。だって社会的なニーズがあるわけだから。いやいや、だからその一般的な意味のなんかこうマイナスなイメージで言われてるお役所仕事だったらっていうことで、ここでその社会的なニーズにさっさと早く答えたいっていうところがこう何々だと思う。でもそれでもちゃんと正確性を担保したいから、こういつ頃だと思われるとか、ちょっとこうなんか売れ幅をのの出してるけども、それでもなのでそのなんだ上限というか、その中で早く出してるっていうところがなんか面白いなっていうか、すごいなっていうか。リアルタイムの情報が一番重要ですからね。うん、そうそうそう。だからなんかね、こう大雨の災害が実際に起きてから何時間も経って、その後で大雨なんかね、しましたとか言われたら、そう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 。いやだから気象庁って役所って案外言われてるより結構面白い役所っていうか、科学に最も忠実というか誠実な国の機関だと思います。おお、その科学的な根拠があってこういう仕事をしてるわけなので、なんか政治がどうこうとかっていうようなところがついた。なんでしょう、ちょっと前の大雪とかの時とか、でこう都知事がね、大雪降るぞって言ったら、で電車いっぱい止まったら案外降らなくて、あいつらの役所の仕事はみたいな問題があった時とかって覚えてます？いや、わかんないです。なんか石原副都知事でしたっけ、猪瀬さんとか、あの時にだいぶこうお役所仕事だうんぬんっていう言われたけど、もうちょっと間近で見ると案外一般的なお役所仕事っぽくない感じだな。割とこう頑張ってる、頑張ってるって言ったら俺とだけ見た目せたって感じだけど、この役所結構面白いんじゃないっていう。みんなすげえ真面目なんですよ。でしかもその科学的根拠がないと、やっぱりこうよくわかんない状況出したらしょうがない、そういうのはちゃんとこういう理由があって、こういう必要があるからこういう状況出しますよっていう、その論理がね、かっこいいんですよ。案外ウォッチしてると、だからあのサイエンスとしてウォッチしてない人でも、なんとなくこう組織論とか、そういったものとしてウォッチしても結構面白いんじゃないかっていう気がするんですけど、人間プロみたいな感じで、ね、本当気象庁みたいなところほどサイエンスライターが掘り起こして届けてあげるコンテンツっていうか、それも多いと思う。なんか多そうですね。多そうっていうか、まだ今まで取り上げられてないところは多々あると思うので、ある意味政治っ
的なその売り込み方とかすごい しない下手と言ったらあれですけど、あなるほど、ね、してないと、はいはい、ぶっちゃけて言ったの、はいはい、だから、まあ、あんまり目立ってないんですよ、うん、目立っだから自分らから自らそういう宣伝とか広報的なところをうまくやってないにもかかわらずニーズだけがひたすら高いので成り立ってるっていう、うん、もう本当に純ピュアなニーズで成り立ってるんです。なるほど、確かに確かに。でもなんか省庁は省庁だから他の役所と同じようになんか似たような疑念を向けられたりとか似たような批判を向けられたりとか同じようなノリで見るとそういう見方ちょっと間違うなっていうのは気象庁だけすごい得意なところを感じる。なるほど。じゃあそれはだから俺がそんな感じてるのとそういうことだと思う。はいはいはい。だから本当はだからそういうところにサイエンスライターが噛んでいくっていうのは、うん、あの確かに気象庁自らが言いにくいけど本当はここすごいんじゃないかみたいなのを、うん、第三者的にこう掘っていくっていう、うん、だしやっぱオープンデータですよね、うん、いわゆるね、うんデータ出してますか、ね、うん、直地モデルのデータ出すように出して、うんうんうん、最近は天気予報をしてる数値予報モデルっていうのがあるんですけど、うんうん、その新しいやつが、はい、去年かな、あの本運用になって、うん、局地的な雨とかの予測の精度が上がってるんですよ、はいはい、ただそんなに細かく計算してるんで、うん、長くは9時間までしか予報しないんです、うんうん、でその間の6時間を使って、はい、でこうどんどん流してこう新しい情報をどんどん出していくっていうことをやってます。でそれが、気象庁のホームページだと、はい、これかな、こう解析量降水管理管予報です、ね、解析量、はいはい、じゃこんなのがありますね。これ、14時の、雨の量をレーダーからレーダーと地上の観測から解析した、はいやつ、はい、どこで雨がこういうふうに降ってるっていうのがこの分布なんですけど、これを予測してるんです。これが15時、はい、これが16時、これが17時、うん、っていうふうにその何時間か先の予測資料にその局地モデルっていう新しいモデルが使われてるんですよ。でただこういうプロダクトとして出されてるわけじゃなくて、うん、商業の支援センターっていう運動して民間の人にもいっぱい使ってもらいたいので、うん、そういうところからデータを持ってきて京子さんとか使ってるんです。そうですね、はい、なるほど、はい、でちゃんとその新しいモデルなんで講習会でしたっけ、はい、使い方の勉強会、はいはい、やっぱそのモデルを使うのにあたり、うん、鵜呑みにしちゃダメなんですね、うん、得意なものとか不得意なものもありますし、うんうん、あとこれをまるまるこういうふうに使っちゃダメだよとか、なんかその使い方がいろいろ使い勝手がありまして、はい、ただ一律精度良くなったからこれ使ってくださいっていうことじゃないので、そこのところを詳しく勉強させてもらって、うん、それで、はい、でいざこういうふうに予報を使ってくださいねみたいな、そういう講習会が、まあ、あるわけですね、はいはい、それを聞きに行って、多分業務についてる方とかで、うん、行ける方とか代表の方とかがいて、それを、うん、会社で伝えてるんだと思うんですけど、へぇ、はい、真ん中がその新しい、あ、真ん中で、はいはいはい、で右側がこれまでのその先どこでそのレールっていうやつなんですけど、これ実際の雨で結構細かく再現できたんですね。この辺はなんかなんていうか、ちょっとぼやっとしてるというか、はいはいはい、細かいところまで表現できるという。右がかつてのやつで、真ん中が、あ、かつてのやつって今も使ってます。あ、はいはいはい。で真ん中のやつが局地モデル、はい、新しいやつ。なるほどなるほど。あ、左が一番の際、実際に観測された、はい、さっき見せてもらった降水短時間予想ってのは、その右のメソモデルと局地モデルっていうのを掛け合わせて両方使ってる、うん、今までできなかった部分を局地モデルということで補って、より精度の高い降水短時間予報が6時間先までできるようになってるぞ。ていうか、まあ6時間先までの予報は前から出てたけど、それがさらに予想が良くなった、精度が良くなったぞってこと。6時間だと、あ、ボタンが
6時間時間予報は6時間。そうですね。ラブキャストは1時間。あ、これだ。はいはい。解析雨量、降水短時間。雨量、はい。気象庁のホームページのさ、はい、解説書、ガイドブックにしてもいいかもしれない。そう、そう。なんていうか、それで、すごい必要と思います。なるほど、なるほど。じゃあ行ってみましょうか。はい、情報がすごくいっぱいあって、はいはいはい、いろんな使い方ができるんですけど、階層が深すぎて、普通の人は分からないなるほど。どんな情報あるのかっていうような情報が結構ある。はいはいはい。なんかね、もったいないんですよ。まあ、誰もがだだ流ししてるんだろうみたいなのもあるんですけれども、それを、まあ、使い方もちょっと、まあ、知られてないということもあるし、見つかりにくいというのもあるしっていう。あ、じゃあそれちょっと言ってみましょう。はい。はい、じゃあ、例えば、はいはい、気象庁のトップページにある天気図ってあるじゃないですか。天気図、はい。天気図出すと、はい、こういう速報天気図って言われてるあの天気図が出るんですよ。速報天気図、はい、で、その速報天気図っていうのは3時間ごとに出てるんですけど、はいはい、これって地上の天気図なんです。地上の気圧配置とか、はい、そういうのを示してるやつなんですけど、地上と上空は違うんですか。地上と上空は違うんです。どちらですか。大気の流れが全然違います。え、地上と上空って どういうどこからどこまでが地上なんですか。その高さによっていろいろ天気図があります。あ、で、気圧面って表現してるんですけど、上空の方が気圧薄いじゃないですか。はいはいはい。山登ると高度チェックするので、うん、ああ、そうです。あれ気圧が低いから、はいはいはい、で、上の方が気圧が低いんで、はい、あの地上は1000ヘクトパスカルとかその辺なんですけど、もう1キロぐらい上に行くと900キロとか。ああ、そうです。いや、そういう面で見たときにどうなってるかっていうのを表している天気図があります。あ、そうなんですか。富士山のてっぺんレベルと、はい、飛行機が飛んでる高度が一番上に。ああ、全然違います。それは全然ジェット気流がどれぐらい強いとか、全く世界が違う。そうですよね。で、それはその高度ごとの、はいはい、天気こういうふうに、はい、ガチャってますけど、はい、これが500ヘクトパスカルですとか、はいはい、これが地上ですとか、これ予想図なんですけど、はいはい、で、なんかこれは500ヘクトパスカルの温度ですとか、700ヘクトパスカルの、はいはいはい、湿り具合です、これは850ヘクトパスカルですとか言うと、これ全部4つ要は切ってですね、はいはいはい、これの次にこれが来て、これの次にこれが来てとかっていう、雑に言うとそんな風に本当はあるんですけど、階層になるんですね。それを、まあ、あの天気図として出して、これはファックスで、ファックスって天気図として出してくれるんですけど、はいはい、これはあの代表的な面を出してくれるんです。多分あのほとんどの人が知らないと思うんですけど、はい、気象庁のページの中に天気図ってこれだけなくて、こういうのも存在してる。これ民間 の会社が出して公開しているところが結構多いんですけど、はいはいはい、実は象徴は、はい、象徴はこんな船舶向け天気図っていうことで詳しい点を出してる。いや、ね、あのね、全然ねたどり着けませんこれ。全然わからないです。これググらないと。放送解析。はい、予想点、ああ、なるほど、放送解析。これは、いつだ、今日ですかね。今日の朝9時の、500ヘクトパスカルですって、はい、大体、何キロぐらいの、5キロぐらいの、5700ぐらいの、5キロから6キロぐらいの、気圧面の高度を見たときの、はい、大気の状態が、これどなんか山にあるの分かります。え、こういうなんか矢みたいなのがあるの分かります。ああ、はいはい。これ風なんです。実際にあの風船を上げて観測された風がどういう風に吹いてるかっていうのを、はいはい、想定、はいはい、でこの辺りに低気圧があったんですけど、はいはい、上の方はちょっとずれてて、うん、違うんです。うん、低気圧の中心みたいな、うんうんうん、でそこを風がこういう風に流れて、ほう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 、とかっていう解析が実はできちゃう。気象予報士を目指してる人とか、実際に予報士の人とかは、はい、こういう情報をもとに、この大気の3次元的な構造がどうなってるかっていうのを
考えながら低気圧どう動くかなとかっていうのを予想したりするんですけど、気象庁のページでさっき言ったように下だけの情報しかたどり着きにくいんですよ。これは下ですよね。はい、そうです。はいはいはい、でこれはあのトップページなのですぐ行けちゃう。すぐ行けると。すぐ行けちゃうんですけど、はいはい、ここからもうすぐ行けちゃうんですけど、はいはい、さっき言った、うん、構想のこのページとかは、はい、全然たどり着けないんですよ。ググらないと。ググらないと出てこないレベルです。そうですね。すごいざっくり言うと、あの地上の低気圧の中心から上に行くほど、なんだっけ、西に傾いてると低気圧が発達するとか、そんなんでした、ね、発達する時の低気圧の構造って、上空ほどその傾いてると、はいはい、西に向かって、あんまりもう直上とかになってると、まあ、これから発達しないかな。なるほど、それを表しているのが、あの これなんですよ。こちらの部分。ああ、なるほど。はいはいはい、安定じゃん。今度で射程になるから。はいはい。地上の低気圧があって、はい、そこがこう西に傾くように、うん、気圧の谷と呼ばれているようなものがあると、うん、こいつの周りのこういう流れが下のこの低気圧の回転を強めるように働きます、はい、でそれでこいつが発達、うん、あ、それはそのトラフ君は上にいるんですか。上にいます。そうですね。あれこう低なんですね。あの高さとしては高さ上層と下層、うん、そうですね、はい。モンテイちゃんがいるのは地上。地上、はいはい。なるほど、なるほど。あ、なるほど、こういうことがある、ね、うん。じゃあ僕たちが普段テレビで見てる天気図、天気図ですって見てるやつは、あれは全部地上。あ、全部地上なんですね。ね、最近はたまにあの結構あの解説したい人が、うん、あの仮想の寒気がこう入ってきたんですかって、うん、で、こういうつけようとか、うん、このぐらいの寒気をなんか動物園に入れてこう入ってくるのを絵を見せたりしてるんですけど、あ、はいはいはい、この辺りはそのさっきのメソモデルとか、はいはいはい、そういう数値モデルの結果を使って出してる。なるほど。そうですね。この辺がですね、あの もうちょっと読めるよ、まあ、最初は見方が難しいというか、慣れないとなんかごちゃごちゃした線がいっぱいあると思うので、割と佐々木さんみたいにこう塗り絵をすると見えるようになるんですけど、でそういうのを見慣れてくると、天気予報とかで何でもかんでも上空の湿った空気がとか言ったりとか言うときに、嘘こけとかっていうか、そうなんですね。へなんかこう、胸が締め付けられる思いが、いや、もっといろんなことがあるんですけどって思う、はいはいはい、なぜそれを言わないのかって、南から湿った風がって言ってる時の昨日も入ってたよねみたいなことになってしまう。なんで昨日も入って今日も入ってんのに今日は起こらないのかみたいなことってやっぱり、あ、分かる範囲のこともあると思うんですけど、それは難しいんで、まだ解明されてないことがたくさんあるんですみたいなことで片付けてしまいがちなところが、ちょっと多分それは気象、多分それは気象予報士のただの勉強不足だと思うんですけど、まあでもこう、森さんが広めてくれるこうなんか気象面白いんじゃねっていう人がだんだんそういうところを見慣れてくると、見慣れてきた時にあれなんか違うねっていうのは、ひょっとしたらその人の勘違いとか勉強不足じゃなくて世の中のことが間違ってる、うん、なのでそういう興味を大事にすると非常に面白いじゃない。南からの湿った風が原因の大雨って言ってるけど、相当そこの地点はどう考えても北風入ってるよね、うんうん、そうすると南からの風じゃなくて冷たい北風がギュッと来たことで終わるってたんじゃないかみたいなのが、まあ、それそのちょうど一昨日解説してたからそのままパクって喋ってるだけなんですけど、はい、そういうことがあったらすごいもう、そうなんかね、ドキドキしちゃうんです、なんかなんかなんかね、なんか投資なのかもしれません。そしてそいつに直接会えないっていうね。なるほど。一緒に話そうみたいなのが、その、ナウで言えないのが。すごい面白い。世の中で一般に言われてることも案外間違ったこともあるし、その一方で、じゃあ、なんていうかな、すごいとんでも気象理論みたいなのも結構世の中にあったりして、そういうのがね、いろいろある混在としているので、ちゃんとこう調べていくと、なんか自分なりの数字を見つけていくと結構楽しめる分野ですね。なんか多分今日夏に気をつけなきゃいけなくて、はいはい、関連してくると思うんですけど、はいはい、今日京子さんの、はい、出演して学ぼうと思っている番組が今朝放送されて、うん、あれ見えるかな、
くなったら僕ウェブで見ときます、はい、あれよかった、ね、今日は雷だったんですけど、はいはい、もう雷の知識もいっぱい間違ってることがあるんですよ。あ、そうです。四択クイズのところちょっと見に行くのか。あ、そうそう、そこですね。その木の下に避難していいのかな。うん、あ、はい、アクセサリーとか金属つけてなきゃ大丈夫。あ、あとなんかこう雷鳴が聞こえて、うん、1,2,3 で光るまで何秒みたいなのってよくやるじゃないですか。はい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 。で、あ、10秒あるからまだ大丈夫。もう一つのシーンだけ多分右横で出てる。あ、あれか、すごい、うん、そうやってできるんだ。これって大本当に大丈夫クイズ。そこだ、そこシーン、そうじゃない、シーン、全画面の全画面。それに使うかいって言われたの。子供に。SNS ボタンがついてる。ついてます。設置されたんだ。言うからそうですよ。必要だなと思ったら。いつ間違ってんの？さあどれでしょう。なんか数が正しい。さっきの話からだと間違った例でそうだけど、ね、本当にいく10秒のところも間違ってる気はしないんですけど、ね、大丈夫じゃないところ、あ、大丈夫じゃないところを選ぶんですか。うん、正しいやつだから森さんのやつでいいんですけど、はい、一番確からしいのは確かにそれなんですけど、2番目の、10秒以上離れてるから大丈夫じゃねっていうのも、うん、あれ大丈夫って思ってたけどな。気は確かなんか狙撃っていうのがあって当たるっていうのはなんかどっかで聞いたことある、うん、結構それで死んでたりするから、うん、答えいこう。それ非常にシュールですよ。いや、いいよね。シュールですよ、ね。何これ指示したんですか。シュールなポーズ。ここにあるここにあるやつ、シュールなポーズはさせてました。あれ？あ、これね、これね。これ見たことある、これこれ。これすげえシュールですね。これシュールです。シュールですよ。だいぶだいぶいい感じ。考え落ちなくて。危ないんだ、全然ダメなんだ。あ、これも実験少女だったな。あかんねん。え、全部ダメとかってことして。あれ雷じゃないですか、うん、これさ、雷じゃないんだけど、私の説明が多分、なんかこんな技でこんな風まで作ってしまっ
まってます。下から上がってくる機関内液が一番やばいです。うん、そのあと、あと、じゃあ期待するな。これ参照する映像が全部バラバラなのが注意しようで、今なんかそこになんかネタの香りがしたんですけど、そこのそこだけで解説してたあれが、うん、機関雷撃が最も危ないとか、ね、ちょっとああ、うんうん、それちょっともうちょっとシェアしていいの。でもまあ、ここは終わったり、あ、ないんだ、車の中でも大丈夫ですね。あ、そういった機能がありますね。ハウススタイル、あ、そうなんだ、あ、そんなのあるんだ。ここ良かったよな。ここ一番重要でしょ。ここ重要だわ。超かわいい。なにこれや。なんかいますか。ね、友人だから大事だな。これが、オファー科学っていう、あの雷の実験させてもらって、見せてもらったところの、はい、美術館。あー、そうなんですか。大臣ね、大臣。大臣がよくずれて右側にいますね。これも全部外国の大臣さんなんです。あ、そうなんだ。何、何この戦争映画に出てきた外国の大臣、ラムいろいろ、あの、各国の雷様を飾ってここにあって、本当はもともと音科学の人は、ただ社長は趣味で集めてたらしいんですけど、あまりにも増えたので、この会社の中に一応美術館というか、なんかそう見学スペースみたいなのを作って、そこにいっぱい置いてあるんですよ。外国のお土産みたいなやつがずらっと並んでて、この部屋でやりますとかそうですよ。やりましたみたいな。いやでも雷、これは面白いですね。これまず一ネタいただきました。なんか今の映像の中にもちょっと違うところがあるとか、なんかこの辺でさっき、なんかさっきどよめいてなんかどよめいてたから、ね、雷がどう違うの。雷が、あれ、こう上から、あ、さっきは後ろにも黒板あったりするんですけど、はい、もし私がね、あ、なんというか、多分どう勘違いされた、勘違いとかね、難しいのかもしれないけど、あのことですね、フェイスブックのグループチャットで、はい、めちゃくちゃやり取りしてました、ね、ダメだし、ダメだし。私の中で雷よくわかんないので、うん、一回その、なんだ、子供に教えるその授業の部分の台本を荒木さんに見てもらった。一応この原稿、これから出る本の原稿を見ながら、はいはい、で読んでやったんですけど、はい、もうよくわかんないですよ、これ。本見て読んで、これ何、これどういうことなんだろう。で一回原稿を作ってみたら、いや、そういうことじゃなくてっていう、はい、のをいろいろ教えてもらって、ああ、なるほどなるほどみたいな。さっきなんか空からこう広がってきたっていうのが、ああ、バシャーってこう 3D みたいな。だからちょっとそもそも雷の基礎知識からいや説明してもらった方がいいかもしれない。なんで雷が起きるのかっていう、こう復習からでも、ああ、そうですね、はい、説明でいいと思うんですけど、うん、こうなんか、はい、電荷分離っていうメカニズムがあって、はいはい、そこはちょっと省略しますが、はい、なんかあられが溶けたり、はい、あとは、こう冷却水器って言って、冷蔵以下でも凍ってない水がくっついたりしたり、あと温度がその氷の中で偏ってたりすることで、プラスとマイナスの電荷を持つ。それで、そのあられがその中の
上昇率のコイルで、こう下の方と軽い氷の粒は上の方に行って、あられがこう下の方に、はい、というようなことでこう大きさごとに分かれていくと、真ん中はマイナスで上がプラス、下のプラスで、なんか三極化。楽器に秘密漫画にあったような、なんか静電気じゃないっていうことですね。でそう、これがその雷がこう前の雲の中、積乱雲の中の構造なんですけど、これ辛いんですよ。なんか偏ってる、そういう中で、だから辛い、なんとかしたい、中和したい、はい、だから、なるほど、ちょっとこう逃げ道探してきてよって言って、雲の下からこうちょっと探してきてって言って、あいやいや、かわいいね、よよってこう出ていくのがあのさっきのあれなんですよ。はいはいはい、はい、で通り道に使ったら下から行くんですよ、電気が。あ、そうなんですか。下から行って、でまたそこからこう、雲になったら地面に行って、繰り返して一つの雷に見えて、あ、最初のこいつっていうのは目に見えない。おお、それがステップリーダー、ステップリーダー、ステップリーダー、はい。雷の時間っていっぱいその落雷にかかるって、だいたい 0.5 秒とか。あ、なるほど。このステップリーダーって面白いやつで、もうちょっと一回止まって悩むんですよ。悩んでまた探しに行くっていうのも枝分かれしながら繰り返していくのがさっき見てたあのこう上からこう降りてくるやつ。その中で一個あの来やすいやつを見ると下から来たんない通り道を平らの電気を取って、それで、上のやつからもまた同じ通り道を取って、上からの電気がこうダートリーダーを通っていって、また下から上がっていくというのを繰り返して、地面にその雲に、その雲の中の電気の偏りを中和するっていうのが落雷。この時間スケールが全然分かんなくて、はい、まあ、僕もあの、はい、まさかこれがあのピカ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 の、そうですよね、あれ一回でみたいなこと全然知らなくて、それを聞いて衝撃受けた。その短い間にこれ繰り返しやってんのみたいな。でもそのだから機関の方が電圧が大きいわけですよね。全然でかい。でそれがいや落ちるっていう時の電圧っては。